ウィーストモーモコです。ちょっとデジカメの電池がないんで簡易的にね、喋っていこうかなと。まあ、ポケモンどうすか、皆さんやってますね。ちょっとこれもさ、発売して一気放送やってで、クリアしちゃってね、本当は昨日オハスターの、例の公式配信だったんですけども、まあ、それがちょっといろんな事情でできなくなって、まあしゃあないから、もう昨日一日もう思い切ってずっとポケモンやってました。で、厳選作業とかの、うん、厳選環境の構築とか、まあレイドバトルとかいろいろやった。うん、率直な感想をしてもらうと、まあ、普通におもろいわ。うん、まだどのポケモンが出てきて、どのデデポケモンが出てこないとかっていう情報がはっきりとは分かってないところあるんですけど、まあちょっとまだ正直ぶっちゃけ冷凍対戦にすらいけない状況なので、こっからまた育成してっていうのをやらなきゃいけない。ハードルが結構高いんで、まあ、そこを急いでまずやっていきます。うん、対戦についてはまだまだ何も口出せない。ただストーリーをやってみた感想をいらっしゃると、まあ、正直途中までちょっと微妙だった。で、バッチ8個取ったあたりから急になんかその日本の社会風刺みたいな感じになってきて、そっから結構面白かった。うん、面白くなるまでがなんか長かったな。そしてボリュームもちょっと薄いというか、まあその分グラフィックがめちゃくちゃいいから、今のポケモンってもうこんななったんだみたいな、やっぱ新しいポケモンとの出会いとかね、うん、こういうところに面白さあったけど、ストーリーっていう意味だと、途中までは結構退屈だったのが正直あるわ。あと終盤ももうちょい振り下げてほしかったな。なんかラスボスの、ちょっと名前に名前になっちゃうから言わないけど、ラスボスのポケモンとかさ、伝説のポケモンとかってさ、結局ほぼほぼ出てこないまま急に出てきて、急に正体が判明して、急にそいつらの能力どんなポケモンかっていうのが分かってみたいな。ちょいちょいあのソニアちゃんがさ、あの研究所の女子のね、あの子が、わ、なんかゼシアンとあれの英雄ってほんと二人だったんだみたいなのが言い出すけど、ちょいちょいそういう発言してたけど、いまいちそのストーリーに絡みがなさすぎて、あと悪の組織的な存在がちゃんと欲しかったわ。あのエール団みたいなやつらいたじゃん。結局あれ本当に悪いやつじゃなかったやん。ちょっとネタバレになっちゃうのね、ごめんね。で、ほんと最後の方に、実はちょっとネタバレになっちゃうんですけど、ローズの作ってる会社が今やろうとしてることがすごいやべえことだったみたいな感じになって、で、チャンピオンも、まあなんか、なんか最初怪しかったけども、結局まあそのね、ローズたちに、いろいろささやかれてたみたいな、そこをうまいこと振り払ってみたいなさ、まあってことがすごい良かったし、曲もすごい良かった。ラスボス戦も個人的に本当、歴代最強クラスに緊張感あったから、緊張感というか、雰囲気あったわ。まあ結構寄り道した割には17時間ぐらい終わっちゃったんで、他の人の配信とか見てても大体それぐらい終わってるんで、まあ、ボリュームで言ったらそこまでストーリーは分厚くないのかな。ただその分ね、やっぱあのワイルドエリアにもうかなり重点を置いてるのかなという気がしましたね。正直ストーリーの途中でワイルドエリアにはまっちゃったらもう多分抜け出せなくなるわ、あれ。楽しすぎてもう何でも出ると思う。どんなポケモンも出ちゃうから、ワイルドエリアにはまると本当そこからストーリー進まないって人多いよね。あとはそうだな、あのキャンプ
結局このキャンプのカレーのさ100種類以上あるらしいけど、100カレーがこれって別になんか育成とかに全の関係もないらしくて、ただストーリー中にちょっと味方瀕死になったらキャンプ開いてカレー食わして聞からせるかぐらいだったでしょ、みんなも。多分俺もそんぐらいの感覚しか使ってなかったもんね。あとまあポケモンにちょっと猫じゃらしで遊んであげたりするのが楽しかったり、でも逆に言ったらそんぐらいで、マジでキャンプの要素なんか微妙だったな。カレーがやたらリアルなのよ。カレークソうまそうなんだけど、後々言われそう。やっぱりカレーに負けたリストラポケモンたちみたいな、これはもう多分言われるわ。あれはあまりにも空気よさすぎるもん、カレーが。かな。クリア後に関してはもう正直レイドゲーだね。レイドゲー、レイドでもらえる報酬がでかすぎる。経験値、金、技レコード、技マシン、あと交互代のポケモン、もう全てが手に入るもん、レイドで。正直今レイドやってるのが一番楽しいわ。他人のレードとかに潜り込むのがそう楽しい。はい。なんかあるかなと。まだ2日目なんで、こっからいろいろやってみなきゃ分かんない部分はまだまだあるかな。とりあえずまずはランクマッチですかね。早くランクマッチやりたい。そのためにはちょっと6匹まず育成して、がっつりちゃんと戦闘をね、戦闘回すぐらい。まあでもぶっちゃけ今そこまで人もいないんじゃないかな。過去作からポケモン連れてこれないからさ、みんな今フェアな状況から始まってたから、フラットな状況が始まったから、まだ対戦とか言ってる場合じゃないと思うわ。みんなまだストーリーやってて、レイドやってて、メタモン厳選しててっていうね、状況だと思うんで、まあこっからなのかなと。僕自身もこっからっすかね。はい。カレーはマジでせめてなんか要素あってほしいよね。もしかしたらあんのかもしれないけどね、解析で後々分かってるかもしれないけど。ちょっと今のところほんとただのポケモンセンターなんで、あれストーリー限定のね。まあこんな感じですかね。一応今動画で連呼してるけど、今日あげると思ってるんだけど、そのポケモンクリア後に何をすればいいかみたいな、もうバーンとまとめて分かるように動画上げて作ったんで、それをぜひ見てください、皆さん。はい、という感じで終わります。でポケモンやります。